野田秀樹、野田秀樹、野田秀樹、1969年3月7日体は、日本のレーシングドライバーで、元フォーミュラ1ドライバー、大阪府出身、野田レーシングアカデミー高等学院校長、NPO 法人青少年少女、モータースポーツ振興会代表理事、1982年にカートレースでデビュー、 1987年より、フォーミュラカーでのレースをはじめ、1988年より、中島サトル率いる中島企画に加入し、全日本海産に参戦。1989年には、中島企画の支援を受け取りし、イギリスのジュニアフォーミュラであるフォーミュラボクソールロータス、ヨーロッパ選手権に参戦する。九百九十年と百九十一年には、 アランドッキングレーシングより、イギリス海産選手権に参戦し、日本人2番目のイギリス海産勝者となった。1992年、3001インターナショナルから1993年、トムスギガバイト1994年、ホルティ・コルセまで国際海産前に参戦し、日本人として初めての表彰台、1994年第4戦、エンナ・ペルグーサでのイを獲得する。 1994年にはラルースよりヨーロッパ GP 以降の3レースにスポット参戦し、会一デビューを果たす。しかし参戦したレースではいずれも後方グリッドからリタイアとかんばしい結果は得られなかった。1995年は一度はシムテックと全線契約を結んだが、阪神淡路大震災の被害を受けたスポンサーが撤退したため、序盤戦は ドメニコスキャッタレーラにシートを譲り、第6戦カナダ GP から参戦する契約を結ぶこととなった。スポンサーフィーは払い込んだものの、そのシムテックが資金難のために、第5戦モナコ GP を最後に撤退、事実上のチーム消滅するというタイに陥る。パシフィック GP と日本 GP にはフルス・ホルティコルセからスポット参戦が決まっていたが、 スーパーライセンスが発給されず直前になって断念。野田はこの年会一に出走することは叶わなかった。1996年からはアメリカに活動の場を移してステップダウンを覚悟してインディライツに参戦。1997年にはシリーズ第8戦で優勝するもトップカテゴリーに昇格する夢は叶わなかった。1998年より日本に戻り、 フォーミュラ日本と全日本 GT 選手権、現、スーパー GT に参戦する。なお、1999年の GT 選手権には、当初間シンゴとコンビを組んで参戦するはずであったが、開幕前のテストでカンが事故死し急遽代役となったワインガードナーと共に参戦している。2003年には、自らのチーム、チームモーンを立ち上げ、フォーミュラ日本に2005年まで参戦した。 また、2005年には、福田亮とコンビを組み、この年からスタートした2005から 2006H、グランリに日本チームとして、第2戦ドイツのみに参戦した、スプリントレース10位、フィーチャーレース9位チーム総合順位21位。2006年は新たに始まった全日本スポーツカー、耐久選手権に一つ山レーシングから、LMP1 クラスより、ザイテックをドライブし参戦している。 2007年は、前年に引き続き参加した全日本スポーツカー、耐久選手権にて、一つ山レーシングから、l m p 一クラスより、ザイテックをドライブし参戦し、優勝を飾る。2010年のルーマン24時間レースを最後に、現役を引退、今後は更新の指導などに努めることを表明したが、2012年一つ山レーシングから、スーパー GT に参戦するため、 一時的に現役復帰した。現在は2013年4月に開校した野田レーシングアカデミー高等学院の校長を務める。同校は星佐国際高等学校との提携により、モータースポーツを学びながら高校卒業資格が得られることを売りとしており、野田自身も講師として指導に当たっている。同校は当初、栃木県茂木町、 ツインリンクも手際本拠としていたが、2015年4月に岡山県三鷹市に移転し、以後は岡山国際サーキットを拠点としている。2014年、サードレイシングプロジェクトの GM に就任。2015年、スーパー GT500 クラスに参戦するレクサスチームサードの監督に就任。サード、企業と組 FIA 会4のスカラシップも創設。 中島企画は1991年にイギリス解散を終えた野田を1992年は帰国させて全日本海3000の自チームに起用する方針を持っていたが早期の F1 進出を目指す野田はヨーロッパでのレース活動を希望野田は中島企画を離れ自力での国際会3000ステップアップを果たした2003年に自らのチームチームモーンを立ち上げ オーナードライバーとして、フォーミュラ日本に参戦したが、本人曰く、マネージャーとドライバーの二足のわらじを履くのは本当に変なことだったと語り、2006年からは純粋にドライバー業に専念することとなった。スポンサーだったティノラス社長の野崎が、ザ・ルフィエの所属事務所プロジェクト EE 社長の関口とかつて同じアパレル会社で上司と部下の関係で、親友でもあるということで、 国際会3000参戦中に関口に紹介され、それ以来ザ・アルフィーとの交友関係が始まる。1995年リリースされたアルバム無限の果てに収録されているワイルドバーンは野田のために書き下ろされた応援歌である曲中のエグゾーストノートも実際に野田の F3000 マシンロート。1994年に MM21 輪行パークで開催された 野外コンサートキング、スナイトドリームでは、コンサート開演前のイベントの一環で、サイン会が行われ、1997年に、稲毛海浜公園で開催された夏の野外イベント、エモーショナルフィールドでは、スクリーンに、インディライツポートランド戦で優勝を飾った映像を、流しながら、ワイルドバーンを演奏、ステージに登場したのだが、メンバーに花束を渡す演出があった。その他、 会一にスポット参戦した際などに、マシンや、ヘルメットレーシングスーツなどにザ・アルフィーのロゴが貼られる、ことがあった。娘のジュジュ、野田達順もレーシングドライバーの道に進み、2017年4月には11歳ながら、岡山国際サーキットで行われたフォーミュラ U17 戦で、優勝。同年6月には、ミケハウスなどが中心となり、講演会も発足した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。